んにちは、ダイスです。今回はですね、前回働くおもちゃのラジコンめちゃくちゃ面白かったので、新しいラジコンを買ってしまいました。私が購入したのはこちら、はい、タミヤのエキスパートビルドシリーズのモデルがホンダの NSX です。ボディが白でめっちゃかっこいいです。で、今回はですね、この新しいラジコンを開封して実際に走らせに行ってみたいと思います。で、シリーズの中だといろんな車があったんですけど、なんかこの白いボディがすごくかっこよかったんで、私は NSX にしました。とりあえず開封してみましょう。楽しみだー。で、これ完成品なんで、あの組み立てとかはないやつです。組み立てはね、なんかあのお店の方に聞いたら難しいよって言ってたんで、作ってあるやつにしました。あー、かっこいい。いいんだよね、この出し方で合ってるよね。いいね。オープン。来たー。あ、なんか上のところからも中身がね、若干見えてます。すごいよ。待って。で、本体と下側になるのかな、多分プロポも入ってるから、それもちょっと出します。持っていいのかな、怖い。で、どこ持てばいいんだろう。下から持つべき。あえ、めっちゃかっこいい。ほら、あ、しっかりしてる。サイドミラーまでしっかりしてます。え、めっちゃかっこいい。はぁ、え、セダン型いいね。書いてありましたよ、後ろにも NSX。これもしかしたらこの車実際に乗ってるよっていう方もいるのかもしれないですね。なんかここからどうやって開けるの。外れた。あ、こういうことね。なんかいろいろ部品があるぞ。下から外していいのかな。下からっぽい。あ、ここにもある。これが、あら、傷つけたかと思ったら違う。危ない。これがバッテリーだよね。なんかね、重さが多分これが重たいからバッテリーなはず。不器用だな私。あ、これ横からかな。横からだ。お、充電器だ。下からでいいよね、多分。え、硬い。あ、でもこっから切れそう。あ、できたー。はい、これも。あ、外れた。名前違うかな。送信機っていうやつですよ。で、下に多分これ電池を入れるところだと思うので、ちょっとかけます。おもちゃってなんかね、単4電池が多いんですけど、ラジコンは単3だ。すごいいっぱい使うんだね。1、2、3、4。あれ、これ4。これって何、これって上の方のここから上の4つがこういうのついてるから4つ使うけど、ここ予備で4つ入れておけるのかな。そういうことかな。なんかそんな気がする。とりあえず4つ用意して入れます。あ、これがタイヤ。
とやってみよう。あ、できた。動くじゃないですか。で、これがなんだっけ、全身とかだよね。ちょっと持つね。ここだと狭いから終わるかな。お、回った、すごい。あ、いける、いける。ちょっと多分これで準備 OK だと思うんで、もうちょっとバッテリー充電したら外行きたいと思います。楽しみ。走らせに来ました。じゃ、ここから走らせてみたいと思います。まっすぐとバックはちょっと練習したので多分行けるはずです。手動いきます。かっこいいよね。なんでこんなにかっこいいんだろう。で、バックはこっち。握り方が違うんだけど、プロポロ。え、なんてこれ、ね、それ指かけてハンドルに、ハンドルこれ、そう、手を回しとく。なんだって今のこれはなし。なしなし。はい、不慣れだな私。じゃあちょっと回してみるね。向こうに向き、これでこう手前にいるとこうなんだ。おっかなびっくりなんだけど。怖い、怖い、追突はダメだよ。ちょっと待って、こうなってるから後ろでしょ、後ろ。できたよ。いや、この広いスペースで何言ってんの。ぶつけるかもしれないじゃん。え、怖っ、こう、うわー、もう何よ今の。に何何、あのね、あの怖くて最後まで握れない。見かねたコードさんが走らせに行ってくれてます。なんか全部やるとすごいね、スピードが出てね、怖かったんですけど、そんなにスピードはないのかな。あーってクラッシュさせたんだけど、私の NSX をぶつけた。ちょっと何やっていいですか。うっと待って、あの人ぶつけた。光をぶつけてる、やめてよ。ちょっと、はあ、ひどくない。うわー、ひどくね。なんでなんで、ちょっとどこ事故したの、どこ事故したの、大丈夫。ちょっと傷ついてるんだけど、ほら。何やってんすか。お、止まった。怖いよ、怖いよ。はい、はい、なんだ。答えします。これ行きたくなるんだけど、これブリザードと同じくなってる、これ。さっきコードさんここでやってたの、ここやりたい。これはラジコンなのかな、お散歩なのかな。ごめん。いや、しょうがない。しょうがない。ねえ、おっかなびっくりだよね。あ、やだやだやだ、行っちゃダメそっち。なんだそれ。僕に当たってんだけど。ダメダメダメ、行っちゃダメだよ、そっちじゃないんだよ、行きたい。うわー、危ない。
ないよ、降ってないよ、ギリギリだよ。なんだそれ。いや、もっとぶつけるから大丈夫だよ。でもさ、コードさん、1日目の顔がそういうもんだと思う、初めては。本当？うん、傷ついたよ。しょうがない、そういうもんです。うまくなりましょう。うまくなります。これいっぱい練習したらうまくなるかな。うん、頑張ります。あとあれだね、ついていくのやめないとダメだね。あ、ぶぶー、クッション、クッション。きたー、ちょっと貸して。やりたい。はいはい、やりたいって。え、だから なんでそんなあれなの、スムーズなの、どうしてなの。わー、やめて。コードさんも買ったらいいの、これ私の子なの。もう決めたよね、コードさんが買った。やめてよ、私の子。わかった、コードさんが新しいラジコンを買った時には私もぶつけに頑張る。いやー、やめてよ、ちょっと、もう楽しいんだから。はい、ということで今回はですね、ちょっと危ないから置いとくね。今回はタミヤの XB シリーズのホンダ NSX のボディのこのラジコンで開封して遊んでみました。またね、練習してたくさん楽しく遊ぼうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。